こんばんばは谷口太郎です本日は、えー、子供への絵本の読み聞かせについての話をしたいと思います。えー、うちでは、えー、うちの子が生まれて、えー、0歳、まあ1週間ぐらいですね、まあ、退院してって感じですかね、家に帰ってきて、えー、から、えー、ずっと絵本の読み聞かせを始めてまして、その0歳のもうすごいちっちゃい まあ赤ちゃん自体絵本見てるとか聞,聞いてるとか理解してるとか分かんない状態から読み聞かせを始めていますで今さかのぼって考えるとまあよかったなと思ってますのでまあなぜそんな風に思ってるのかっていう話をしたいと思いますまあ単純な話なんですけどまああのー 0歳でも4ヶ月まあ半年ぐらいですかね、まあ、4ヶ月とかまあ半年7ヶ月か7ヶ月ぐらいの時点ではもう完全に絵本も大好きになってたのでだからあのーまあ、一般的になんか結構絵本のガイドとか見るとまあ2歳ぐらいから読み聞かせみたいな書いてるものもあったりとかするんですがまあ0歳代 結構早いい時期かかから読み聞かせ始めててよかったたなって思いましたその子ども自体がまあ0歳後半の時点でまあ明らかに絵本に興味を持って好きになっていたのでまあ要はまあその時期から読み聞かせし,しててもよかったとは思うんですけど、うん、その半年ぐらいから始めてもまあ別によかったとは思うんですけどもともと始めていたっていうのがよかったかなって思ってます。その まあ、2歳から始めようと思っていたらその0歳の時に読み聞かせ読んでたら子供自体喜んでいたのに、まあ、あのする機会を、まあ、逃すことになっていたので、まあ、あらかじめ、まあ、やっててよかったなっていうところですねで、えー、0歳からその早い段階からやっててよかったって思ったところは一つありましてあまあ親自体が 絵本読む練習になってたっててたいうところですねそのまあ結局あのー、本当にちっちゃい時はあのー、ちゃんと聞いてるのかもよくわかんないという状態なので、えー、まあ多少読み間違えたりとかしても別にあんまり影響がないというかだからまあ親がどっちかというと朗読する単純に読むみたいな <laughs> 本当にあに読み聞かせるというよりは親がまあ読むみたいな。あのー 感じだと思うので、まあ、ちょっと練習になるってところですね。でまああとちっちゃい子向けの絵本はまあ言ってもか結構簡単なのであの本当にレベルの低いものというか本当に赤ちゃん向けのものからスタートしていくのでそのまあそこから読み聞かせ始めてればその3歳ぐらいからだと結構その赤ちゃん用のはもうちょっと幼すぎるっていうところがあると思うのでちょっと難しいこういうピンポンバスとかになると思うんですけど。 それよりももっと簡単なので読み聞かせ始めてれば親も読み慣れてるのでまあ親にとってもステップアップになるというかあの徐々にね難しくなっていくっていうところでまあ練習になるっていうのもいいかなと思います。でえー、あと、まあ、うちあと 単純にですね2歳ぐらいから読み聞かせではうちの子の場合の話にまあうちの子の話しかできないんですけどその私は別に保育士とかではないので自分の家の,話あの体験しかないんですけどうちの子の話になるんですが、まあ、2歳ぐらいからは絵本よりおもちゃで遊ぶ方が結構中心になってあの絵本もまあたまに。 見る見るっていうか読みたがるんですがその明らかに1歳の時の方が絵本が大好きだったんですよねそのもう本当に毎日何,何冊も読みたがるというかそういう時期が、まあ、1歳の頃はもう本当に毎日あの自分で読みたがるっていう感じですその本棚うちはあるんですけど自分でもう本棚から本出してきてまあ あのめくって自分で見たりとかあとまあ読んでって持ってきたりとかでしたねで2歳ぐらいからは逆にすごい減ってしまってその読みたがることがですねもうほとんどまあ iPad とか <laughs> iPad の影響かもしれないですけどアニメとか見せてるっていうでだから iPad は与えるのやめようって,思って今思った人もいるかもしれないですけどもういいのか悪いのかわかんないところですその iPad もまあまあちょっとそれも話したいところがあるんですけどえっとなんだ <laughs> まああの言いたいのは1歳代がめちゃくちゃ読んだっていうことですねだから読み聞かせ早く始めててよかったってところですその0歳ぐらいから始めててそのめちゃくちゃ読みたがる時期にまあ読み聞かせできたのでよかったなって思ってますで,で今2歳 以降はそんなに頻度がかなり読み聞かせの頻度下がったんですがまあ結構2歳3歳にしてはちょっと少し難しめのというか「ピンポンバス」とか「ブルクンダンプくん」が今でも今はたまに読みたがるのはもうこ,これなんですねこの辺のやつなんですよね結構そこそこ量文章量あるんですけどこれはもう冊普通に。 最後まででで聞いててるって感じで両方ともです、ね、だからそのまあちょっとそこわかんないところありますけどまあちっちゃい頃から読み聞かせしてるからか結構こういう長めの話も集中力が結構あるというか山菜で、うん、結構難しい目のを結構聞けるようになってるんじゃないかなっていうのもありますしまああと。 2歳代で iPad 大好きになって、アニメ大好きみたいになってるんですけど、結構ですね、その、まあ、例えばパウパトロールとか結構見てたりとかするんですけど、結構ストーリーちゃんと理解して見てるっていうか、その、話の内容を教えてくれたりとか結構してまして、最近ですね。で、まあ、あと、なんだろう、あの、 まあ単純に登場キャラクターが乗ってる車を教えてくれたりとかそのなんかですねレンタカーでですねちょっとロッキーっていう車を借りたんですねちょっと前ですけどそれでちょっと妻とまあロッキーの話をしてたんですよロッキーの車がどうだっていう話を <laughs> その乗った感想とかを話してる時にそのうちの子があのー、ロッキーはなんかクリーンクルーザーに乗ってるよみたいな。 こと言っててな,なんだって思ったら「そのパウ・パトロール」っていうアニメで、まあ、犬が犬たちがまあ乗り物に乗ってレスキュー隊みたいな感じでまあ活躍するっていう,、まあ、こうトラブルトラブル発見だったっけなんか <laughs> そんな感じのアニメなんですけどその中の犬の中でなんかロッキーっていう犬がいて確かねクリーン・クルーザーっていうなんかあのゴミ収集車の みたいいな車に乗ってるる犬がいるんですよねでそれの話をしててで私はその設定知らなかったのでその結構結構嬉しいかったというか嬉しい話というかその嬉しいエピソードだったんですけどその子供がもが要はそのアニメで見て自分で私の説明を受けずに自分でそのなんか。 覚ええてててたた設定を教えてくれたっていうところでまあなのででそれも要はそのアニメをただただただ見てるだけじゃなくてやっぱりこう絵本とか読み聞かせしてたからなのかストーリーもちゃんとあの分かって見てるっていうところでまあなので2歳代になって絵本見なくなりましたけどまああのなんか。 アニメとか見るためのなんかベースのようなものができたんじゃないかなと思いまして、まあ、そこも良かったかなっていうその同じく見るにも理解しながら見てるのとまあそうじゃないのとでは全然違うと思うので結構良かったんじゃないかなとまあ楽しめるっていう意味でですね良かったんじゃないかなと思ってますまあそんな感じで今赤ちゃん 何かってところでなんか絵本を読み聞かせようかなって思ってる人にまあ単純に読み聞かせ始めてよかったよっていうことをまあ伝えたいという動画でした。えー、以上ですバイバ